カーネーションの生産が盛んな川津町で、まだ世に出回っていない珍しいカーネーションなどを見ることができる見本園が開かれています。この見本園では、カーネーションの栽培技術の研究や新品種の試験栽培を行っていて、園内には353品種、およそ14,400株のカーネーションを見ることができます。 そのうち302品種、およそ8000株がまだ市場に出ていない新品種ということで、中には名前すらついていないものもあります。訪れた人たちは普段は見ることがない珍しいカーネーションを楽しんでいました。全然本当カーネーションっていう感じがしなくて、でもすっごいね、なんかでも綺麗ですね。 思ったよりいっぱい種類あって、なんかすごい綺麗で楽しかったです。<laughs> この河津カーネーション見本園は、5月14日まで開かれています。